はい、今回はですね、バッツについて、ちょっとお話ししたいと思います。バッツを覚えちゃえばね、あの初心者の人でもね、あの簡単になりますんで、結構ね、レベル、フレンドさんなんですけど、41人でもね、全然使ってなかったので、ちょっと動画にしてみました。めっちゃ逃げるやん。まあ、簡単に言うとね、確実じゃないオートエイムって感じなんですけども、近づけば近づくほどその武器によるんですが、命中率が上がります。こういうね、長物スナイパーライフルとかだったらやっぱ当然近づかなくても当たるパーセンテージは高くなります。遮蔽物があるとね 0% に表示されます。遮蔽物がなければ OK です。でクリティカルメーターっていうものが下にあるんですけど、クリティカルメーターが溜まった時にクリティカルを打つと 95% ほどの確率で当たります。こうやってねちょっと使えるようになってくるとだいぶ当たるようになって楽になってきます。うわー、犬で普段使ってる様子を見てもらうとね、僕なんかこんな感じで、策的にも使えます。なので自分の前方にいるような敵に対してね、あのオートでロックオンしてくれますので、まあ、こうやって使えば敵がいるいないも確認できますし、便利に使えます。超めんどくさい。でバッツに関してね、便利なパークがありまして、コンセントレーティッドファイヤーってあって、部位別で狙えるようになります。つけてないとね、胴体しか当たらないような作りになっちゃうんですけど、これを使えば頭や足、腕など狙いを変えることができます。まあ、弱点にね、打つとね、ダメージ大きいので使ってみるといい。で、ラックでもね、クリティカルサービーっていう、クリティカルメーターの、ね、消費を抑えるものがありますんで、クラス3までするとね、結構何回も、ね、クリティカルを繰り返し使えるんで、便利なパークとなってます。なのでこういう感じでね、打ちながらもこう場所部位を変えてね、歩けなくするとか弱点狙うとかやってみると非常に便利だと思います。ぜひ使ってみてください。